CB1939 カナリアスは、スペインカナリア諸島州サンクリストバルデララグーナを本拠地とするバスケットボールクラブ。リーガー区部とバスケットボールチャンピオンズリーグに所属している。ホームアリーナは、パベジョン・インスラール・サンティアゴ・マルティン。サンクリストバルデララグーナは、カナリア諸島、テネリフェ島北部にある自治体である。 サンタクルスでテネリフェに次いでテネリフェ島第二の人口を有し、サンタクルスよりも歴史が古い文化的な中心地である。なお、同じくカナリア諸島のグランカナリア島ラスパルマスデグラン、カナリアには CB グランカナリアが本拠地を置いている。1939年に CB カナリアスが設立されたが、深刻な財政問題によって1994年に解散した。 同年には、テネリフェ等の複数クラブが合併することで、後継クラブの CB1939 カナリアスを結成した。レブプラータに所属していた2003年から、アレハンドロ・マルティネスがヘッドコーチを務めていた。2011から12シーズンには、レブ・オロで優勝して、リーガー区部昇格の権利を得たが、バスケットボールクラブ協会による昇格資格を得ることができなかった。 しかし1ヶ月後の7月20日には CBE アリカンテとの入れ替わりでリーガーク部昇格が決定した。ヘッドコーチのマルティネスは2015年に退任し、チュスビドレタが新しいヘッドコーチに就任した。2016年には欧州カップ戦としてバスケットボールチャンピオンズリーグが設立され、2016から17シーズンにはスペイン勢として唯一この大会に出場した。 ありがとうございます。